じゃ、探索に行こう。門まで来てくれ。門から直接外に出ると探索に行けるんだ。全域マップから探索に出発することもできるんだ。キャンプ地を探しましょうか。俺は先に候補地に行っているか。迷ったら生態マップでシルベムシに俺を追わせろよ。クエストを受注せずに拠点の外に出る、それが探索だ。時間や力尽きる回数も無制限だからじっくり調査ができる。行きましょう。
どうも。シルベムシのガイド先は生態マップから設定できますよ。
っちだ。こっちだ。ここにキャンプがあれば便利ですよ。依頼を終わらせて作ってもらいましょう。
こっちだ。奴を放置すればキャンプ地が荒らされる。狩猟するしかないな。うむうむ。探索から拠点に戻るには生態マップの全域マップを開いて調査拠点を選ぶんだ。攻撃を受け続けると気絶することがあります。身動きが取れなくなるので注意してください。
狩猟したな。全域マップから調査拠点に帰るぞ。